勇者なきラジオ。皆さんこんにちは。テレビアニメ勇者が死んだトーカスポット役の青春派加藤渉です。青春派、はい。皆さんこんにちは。トーカスポットシオンブレイダン役の非青春派です、ね、やめなさい。不純正やめなさい。時俊一です。よろしくお願いします。お願いします、はい。勇者なきラジオはテレビアニメ勇者が死んだから生まれたラジオ番組。今回も勇者が死んだキャストの男子チーム加藤時の2人でお送りします。よろしくお願いします。はい、お願いします。第1回はいろいろと物議を醸していたようですね。我々のですか。だって結構ノーカットで流れていたという話だったのでね。あれ前回の収録後にマネージャーが同席していたんですけど、うん、加藤さんあれは使えんてって言われてそういうシーンもあったの。うん、あったんすけど、俺でも撮ってて、はい、まあ攻めてはいるなとは思ったけど、うん、はい、加藤くんの味はめちゃめちゃ出てるな。大丈夫でしたよね。で聞いてみてカットされてなかったりし、うん、でもカットされてるところもあって、あの小骨をいい感じに抜いてくださって本当はありがとうございます。だからあれだよ、はい、あの事務所の加藤くんをこう打っていきたいなっていうルートから外れたってだけだよ、はい、知らねえよんなもんよ。もうブランディングなんか全く考えてねえんだからさ。でもなるようになれたもんね。なるようになったどうでもいいんですよ僕。偽っていたところで結局ね大変になっちゃうからね、うん、でもあれかい、あの、はい、あまりに前あの前何こう目が出ていないせいで、うん、今日髪切ってきた。あ、そうですね。それはそうなんです。前髪切ってきたよね。前回写真撮ってるじゃないですか、ね、うん、あの写真見てあまりにもあの不審者だなって。あ、自分で思ったの。自分で思ったんですよ。よかった、まともな神経を持っていたね。言うな。いやでも、はい、まあ俺はあれはあれで可愛いなと思ったけど、ね、あ、僕もあれはあれで可愛いなって思ったんですけど、うん、もう新時代の声優像って思ったんですけど。まあね、まあちょっと不潔かもしれないなって思って目は出してみました。あ、なるほど、はい、誰かにこう言われたわけではないんです。言われたわけじゃないんですけど、うん、どう思われるかなっていうのちょっと思ってね。そうか、なけなしのブランディングのね、客観性というか首の皮でね、そうそうそう、つなげました。はい、青春派です。青春派の加藤君よろしい。青春派の加藤渉です。そうですね。そして本編テレビアニメ勇者が死んだの方はですね、うん、現在のところ第4回までオンエアされました。はいはいはい。第3話からはあのついに久保ゆりかさん演じるマルグリット王女が登場して、ね、はい、新キャラもねたくさん出てきていて、だいぶ増えましたね。そう、リーランド先生だったり、コリン・シルエラ・ネイガンだったりとか、はい、ね、この人たちはね原作の方でもね後半でめちゃくちゃ後半までもずっと活躍するんで、ちょっとテレビアニメの放送も楽しみつつ原作の方も追っていただけたらなと思うんですけど、役者さん好きだったらこの声優そんなところに使うわけないだろうっていうところに使うからね。あのコナン君の犯人級の人たちがいっぱい出てきますから、そうそうそう、お楽しみいただければと思います。はい、楽しんでいただけます。でね、あの4話の最後、魔力が尽きたトーカはリーランドを倒すため魔力を回復させることができるマルグリットの尿を飲むことに。なんだこの引きは。あのあれだよね、うん、あの僕たちはさ、はい、そのあのストーリーというか、はい、あのアフレコの中でやるっきゃねっつって、うんうんうん、ああいうシーンになったけどさ、はい、いざこう文面に起こされるとやっぱりこう、うん、来るものがあるよね。そうなんですよね。別にあの魔力を回復させることができるのは尿だけじゃないはずなのに、なんかさ、うん、尿って書くとよりこうなんかこうイメージがすごい、こうそう、文章の力ってすごいですね日本語の。そのなん冷徹に、もうそのもの事実を端的に伝えてくれてる。俺たちはラジオで何を話してたの。でもそういう作品だから仕方ない。そうだよね。でもやっぱね生きていく上ではやっぱしょうがないですからね。うんうん、うん、出るものだから。1話ってさ、はい、大体結構こうなんだろう、パンチの効いたさ、うんうん、こうみんなにこうこういうストーリーですっていうので色の濃いストーリーになってさ、あのどんどん3話4話とどんどん色が濃くなっていってるよね。まるであのみかんを食べた次の日のように。何を言っとるんじゃって話ですけどね。はい、はい、テレビアニメ勇者が死んだ次回は第5話の放送です。今後の展開もぜひお楽しみください。よろしくお願いします。はい、はい、ということでここからは仕切り直して感想メールをいただいておりますので紹介させていただきたいと思います。お願いします。いきますよ。はい、サンデーエレファントさんからいただきました。ありがとうございます。3話見ました、はい、魔力不足でついに白骨化してしまいましたね、はい、ごまかすための仮面も落書きみたいな顔で笑いました。でも言動も行動もすがすがしく欲望に忠実なのがいいですね、うん、お二人は欲望に忠実ですか、隠してしまう方ですか。その質問の前にですね、はい、僕たちが言動とすがすがしくが読めないと思ったのかちゃんとルビを振ってくる。なめるな。俺と加藤君は割と書籍を読んでいる方の人間だぞ。優しさなんだからいいじゃないですか。まあだから隠してしまう人のことを俗にこうむっつりとか言うタイプですよね。うん、うん、なんですけどあのね、徳さんは僕ね
隠してないけどなぜか顔でむっつりって言われるタイプ。ああぽいでしょ。でもそれこそさ、はい、僕SNS ってね、さっきちょっとそのスタッフさんとの話題で出たんだけど、はい、あれ3話か3話の時に、うん、どの太ももが好きって 1,2,3,4 ってこうね、アンケート投票みたいなのして、はい、太ももの拙者のイラストが俺堂々と1を選んで、はい、1なことをこうね、あれって、ね、そう、うん、アンケートで自分はどこに投票しましたか見れるんだけど、うんうん、そういうのもちゃんとポンって本当は出すぐらいの、うん、まあ結構明らかなタイプなんですけど、そうですね、SNS でもなんだろう、そういうことを言い出したのって本当30手前あたりからなんですよ。なんですけどね、だそういうイメージがもしかしたら前はあったのかもしれないですけども、まあそうだね、だ多分加藤くんは俺がねそれこそアフレコでいろんなことを話してるからさ、うんうん、そこまで隠すタイプじゃないことは明らかな方だなっていう印象ですけど、っていう感じはねするけど、加藤くんどうですか。僕はですね忠実な方ですね、やっぱりブランディング気にしてないっていうのもあるんですけれどまあだからマジででもラジオでもさ、はい、オフの部分というかアフレコの普段の部分であんまり変化ないよね。そうですね、変えたくないなっていうのもあるし、嘘つきたくないなっていうか、等身大でいたいなって思ってるし、あと僕好奇心に正直でいたいなって、確かにそうかもね。ほらそれこそ俺が出てるコンテンツのライブ来るとか言うとすごい来てくれるじゃないですか、めっちゃ配信とかで見させていただいたり現地行かせていただいたり。加藤くんって本当にこうなんだろう、美しいものが好きというかキラキラしているものが好きで、そうですね、もう自分が感動できるものに忠実に見に行きたいなって、ね、うん、朗読だったりとかそれこそ書籍もめっちゃ読むし、うん、はい、そういうところに本当能動的に行きますって言って来てくれる子だから、うんうん、なんかいろいろこうなんだろう、何かあるたんびに来るって言いたくなるただそれも君の生活に変に影響を及ぼしてしまうかなと思って、やりすぎないようにしようと思うところもあるんだけどね収録中にトキさんから招待をいただいた時に、うん、作品名出せないんですけれど〇〇来るって言われた時に僕、新メンバーに僕入れるんですかと思って俺にどんな権限があると思ってトキさんはすごいなんかそこら辺なんか権限があるのかなって足組みながらこれ君来る？僕がって一瞬ちょっと高まったんですけど、やめましょう、そのことはなかったんです。そうですね、そういうタイプ、はい、観覧しに来るっていうタイプがあったんです、うんうん、っていうところでは、ま、俺と加藤くんは結構そうだね、好きなこと言うタイプというか能動的っていうか忠実な、うん、それもあってなのかな。結構さこういう現場の時ってさ、うん、それこそ男性女性っていう風にこうアフレコの時って多いじゃないですか、はい、別れて、うん、とか。でも今回響さんとか、はい、久保さんとかとも一緒に撮らせてもらったけど、うん、なんだろう、そういう話を自然とする流れになったりとか、この何も作品はあたりの時点で、ね、そのもうだって内容が内容ですよ。そうで監督もまあ踏み込んでくるんですよね。そうですね、うん、なんつったらいいかな、はい、そうだから加藤くん、だから東華くんの人間性について語るときに、うん、こう人は男性はなぜ女性についている2つの給料にこう高ぶるのかっていうところから始まる。すごい文語的な物言いをされる音響監督さんなんですよ。もう本当に何だろう、こう書籍というか本を読むのも、そういうこう歴史的な文献とかを見るのもすごい好きな方だから、すごい、ね、知性のある方で、男性がリビドーはどこに感じるのか、そうそうそう、なぜ男性は女性についているあの2つの給料にこう高ぶりを覚えるのか、うん、それが東華くんの場合はその高ぶりが2つの給料ではなく太ももだっただけという話で、大真面目にディスカッションしてるんです僕たち。もう僕たちももうなんかね、ソファーに座らず床に座ってそう車座で舞台稽古みたいに、うん、アフレコ中ってみんなソファーに座るんですけど、うんうんうん、音響監督さんがあぐらかいてマイク前に座るから、僕ももうじゃあ同じ目線でってなって、みんなで、ね、車座って言われても分かんないから、じゃあ某アイなんとかマンのトニーが帰ってきて、うん、ハンバーガーを食べながらああいう雰囲気を思い出してくれればいいです。あの感じで僕たちはお芝居の演出を受けていました。普通に車差で伝わったと思うけどな伝わるかなまあまあでも舞台のディスカッションみたいな感じでやってましたっていう感じで、感じです、はい、いやでも舞台のディスカッションって言って通じるのかな、はい、みんなわかる？わかんない。いやもうちょっと我々がちょっと専門性すぎてちょっと話題が、うん、あとそう加藤くんって自分が思ってる以上に語彙力が高いから、うん、俺なんかやっちゃいましたみたいな、いや悪いことじゃなくて本当に多分なかなかこんな語彙力のあるうちの後輩はそんなないと思ういやそんな相対的に下げなくていいですけど、はい、っていう感じですけどね、はい、今後どうなっていくのか楽しみですね。皆さんにお伝えできるね感じで
楽しくラジオできたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、引き続きたくさんのお便りお待ちしております。勇者なきラジオまだまだ続きます。勇者なきラジオ。さてここからはコーナーをお送りしていきます。題して俺なりのフェチシズム。勇者が死んだの主人公トーカーの大好物であるニーハイソックスを履いた女性の太もも、トーカーのようにマニアックなフェチは誰にでもあるのでは、ということでリスナーの皆様から届いたちょっと人には言えないフェチシズムを紹介します。人には言えるものだったらすぐ切ってくからな。ギリギリを攻めてくれよ。あ、急に作家さんが選び出した。どうかなって迷い始めた。大丈夫ですか？これ要は作家さんのセンスってことですからね。なんでここで飛び火をさせるんですか？一応俺たちのこう防波堤を作っておくと、選んでるのは僕たちではないというところをちょっと皆様にお伝えしておきたい、ね、僕らの趣味ではないぞっていう、僕らの趣味、そうですね。それぞれでね、あの、がっぷり四つの戦いをしていこうかなと思っております。悩んでます、悩んでます。さあついに1つ目が現れました。満を持して私ですね、はい、私に渡されました。どんなギリギリを攻めてるのか読ませていただきたいと思います。はい、ペンネーム前髪にグミついてましたさんからです。なるほど、いきます。はい、僕は日焼け跡が大好きです。お、健康的に焼けた褐色の肌と、日焼けしていない白い部分のコントラストがたまらないですね。日傘なんて捨てちまえ、肌を焼け、そして僕に見せてください、お願いします。素晴らしいですね。ちゃんと変態じみてましたね最後。いやそうですね、でもまあそう、気づいちゃったらもうダメですよね。なんだろうそこにね。でもさ、そりゃそうですよね。その何がだってこの業界ですらさ、例えばあの僕のよくね、あの日焼けをする仲間で言ったら熊谷健太郎くんがそうなんですけど、あ、はいはい、彼ものすごい焼けて帰ってくる時あるんですよ。はい、気にしてないですよね日焼けとか。何したのって聞いたら、いやあのこの間防波堤で釣りを 2,3 時間していたらって、日焼け止めを塗りなさいかっこいいな、思いますけど、どうですかこの日焼け跡。いやいいなと思います。コントラストがはっきりしてるほど、いい、ね、やっぱり燃えるもの、なんかあ日焼けしたんだなって、うんうんうん、もう一個情報が視覚的に与えられてしまう、強制的に気づかされてしまう。そうだね、だから注目しちゃうじゃないですかその人に。はい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 、なんか見てしまったっていう。だってなんだろう、なんつったらいいかな、日焼けをするっていう行いがさ、はい、大きく分けて自分で焼きに行くっていうパターンと、結果的に外に出て焼けてしまったパターンと二分化されるわけじゃん。はい、で例えばヒサロと呼ばれるパターン、自分で焼いて、あれのパターンってほぼほぼ中には全裸で入るんですって。はいはいはい、はい、というわけで日焼け跡って人に見えるところにはつかないんですよ。そうですね、あの全体で焼いてたらもう分かんないっていうか、そういう肌っていうか。でもほとんどの人の場合って多分そういうパターンというよりも、遊んだ、そのなんだろう、日光浴とか外で遊んだ結果、暑い日にね、っていうことは例えば時計の焼け跡とかね、そういうことも結構起こりうるって考えちゃうと、やっぱあこの子は外で元気に遊んでいたんだろうなっていうのはすごくなんか、もっと遊べって思いますし、なんかキュートに感じるっていうか、そういうところを。ただ僕個人的にはですよ、はい、僕体育会系だったので。そうですね、あの水泳とかもやってたんですよ。あの黒くなった後に必ず起こるのはペリって、ああ皮がね、ちょっとずつ剥け出して、はい、ここがねなんか粉吹いてるみたいに最後なっていくんですよ。そうなった時ね、そのなんだろう、ちょっと悲しいものがあるんですよね。ああそれ自分の場合、ね、そうそうそう、だからこの人もそういう風に夏の後になってしまわないか不安だなって、保湿してねってすごい思ったりするんですよ、ね、それも魅力っちゃ魅力っていうか、魅力は魅力ですけどね、はい、全てを愛していいですね、俺に見せろっつってますけどね。いやもうみんな見せてあげてください、男性はこういうところを見てるのかもしれない、男性女性関係なくですかね、関係なくね、見ているのかもしれないですね、はい、はい、あ続いてのお便りいただきました。はい、ペンネームトッコさんからいただきました。はい、女性から男性に対してのフェチシズムなのですが、私はアゴヒゲが大好きです。父親はアゴヒゲがないのですが、たまたま彼氏がアゴヒゲがあり、触ってみると硬すぎず柔すぎずちょうどいい硬さ、たまりません。手でも他の場所でジョリジョリするのもよし、アゴヒゲ最高です。これは二極化するぜ。そうですね、嫌って人もいるし、うん、でもなんかデザインヒゲっていうか、ありますね、アゴヒゲだけ生やしてみたいな、もう無条件で
生えていることがノーっていう人も中にはいらっしゃったりとかしますし、これはこう、ね、一回俺ラジオで自分一人の、はいはい、あの脱毛しようかな、だから前言ったことあるじゃん現場で、うんうん、その脱毛しようかなって思ったんですって言ったら、いやどう したらいいと思いますっつっていろんなアドバイスをくれた方と、それと同じくらい、いやしないでください、人に毛はあるものです、徳さんには毛があってほしいですって堂々と言ってくれる方たちも同じぐらいいて、うん、もうディベート会場みたいなのうちのラジオが二項対立が起こってる、そうそうそうっていうぐらい、これは多分永遠に尽きない多分戦いというか、あのこうディベートの試合なんだろうな、まあ、個人的には似合ってるか似合ってないかかなって思うんですよね、うんうん、整えてあるってやってると本当清潔感があってかっこいいですしね、うん、まあでも武将髭もかっこいいとは思う、あなるほどいいですね、池尾おじが僕好きなんですけれども、ベテランの俳優さん声優さんだったりとかで、そのすごいもうロマンスグレーの髪でヒゲもすごい、ロマンスグレーっていう言葉もいいですね、素晴らしいですね、音響監督の清水さんがね、それこそ確かにそうだね、そうロマンスグレーっちゃロマンスグレーというか、すごいイケオジって感じなんですけれども、おヒゲ生やされてて素敵だなって思います。武将ヒゲってさ、確かにこう武将だからもうなんだろう、整えてない雰囲気のヒゲっていう風にみんな思うけどさ、うん、武将ヒゲって武将ヒゲでちゃんとみんな整えてんだよね。そうなんですよね、あの無造作ヘアとかってのも無造作ヘアで整えてるし、そう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 っていうもう何記号学的なものでさ、そうデザインなんですよ、ね、本当にも武将の人は武将だけど、うんうん、いい武将と悪い武将とかってさ、そうそうそうあるよね、清水さんは完全に整えてる、整えてますよね、素敵な武将で、はい、なんか武将って言ったら物の方みたいな、ね、武士の方の、ですけどね、他の俳優さんとかが役柄で今までなんかそういうイメージなかったのに生やしてたりとかするとキュンとするんですよね、鈴木亮平さんとかとか竹内涼真さんとか、最近だとビレッジって映画最近見たんですけれど、ちょっと待ってもらえますか、いいよじゃあ俺が話して、僕はね繋がなくてもいいんだけどな、あの V6 の岡田くん、かっこいいですね、ヒゲがなくてもかっこいいし、ヒゲがあっても今ね、どうする家康でヒゲとかも生えてらっしゃってたじゃないですか、信長であれもまた多分そのね、それこそ SNS で、はい、岡田くんのおヒゲアンチの人もいたんですよ、生やしてほしくないみたいな、生やしてほしくないみたいな、いやそれ、いやでも男からしたらこれはかっこいいぜっていうね、あのヒゲがまたで、もう分かりました、あ出ました、あの横浜流星さん、横浜流星さんね、すごいあのシュッとしたイケメンの方なんですけれども、うん、その新作映画の方で武将ヒゲ生やされててキュンとしました ね、いや素晴らしいと思います、加藤くんはどうか、ね、なんですか、まあ、似合わないかなとは思いますけどね、どうなっていくんだろうなこれからが、ちなみに僕永久脱毛してるんで、いやだからでもさ永久って永久じゃないって言うじゃん、そうなんですか、そうなのホルモンバランスで生えてくる人もいるよって言ってたから、50代ぐらいには武将品声優になってんのかな加藤くんも、まあでもそういうね素敵な大人になれてればいいなと思いますけど ね似合う大人になりたい、はい、はい、ありがとうございます以上俺なりのフェチシズムのコーナーでした。そしてここからはミニコーナー、加藤渡新福桜の勇者のいろはの時間です。イエーイ、前回まあ会ってでトキさんの方からですね、うん、次回は会話のラリーを続けてほしいなって、そんないい声で言ってたかな言ってトキ俊一です、トキ俊一です、はい、本人が言っちゃったえとかいただいたんですけどね、うんうん、まあ、そちらの方ができているのか、もうすでに収録済みなのでこれからトキさんの方にも本編の方を聞いていただきたいなと思うんですけれども、うん、はいはい、いやだってこの2人なんだろう、はい、新人声優というにはあまりにも怠然自若としてるから絶対できんだろうなと思ってさ生放送からこっち、まあ僕は置いといて新福さんはすごいですね、度胸も座ってるし、いやいや、うん、いや加藤くんも頭の回転早いしさ、はい、逆にそういう風になんかいろいろなんだろうルールを設けたらどうなるんだろうって、いや、まあ、楽しみでハードルを上げていただいたところ申し訳ないんですけれども、じゃあ本編の方、それでは加藤渡新福桜の勇者のいろはお楽しみください。加藤渡新福桜の勇者のいろは、皆さんこんにちは、テレビアニメ勇者が死んだトーカスコット役の加藤渡です。皆さんこんにちは、ミリーユニス役の新人声優新福桜です。私加藤渡と時俊一さんの勇者なきラジオの中のミニコーナーとしてお送りしている勇者のいろは、はい、新福さん、はい、第1回はご視聴されましたか。もちろんでございます。もちろんでございますか。大反省会をしました。反省した、そんなところあったやっぱりその時さん の、うんうんうん、あの講座を受けて、あいやそうだよなっていういや私も加藤さんに聞きたい
こといっぱいあったんですあったんですって思って聞いてました。いやだって前回はさ、まあ、新福さんの紹介っていうさ、ね、まあ、もうあったのにさ、トキさんがさ、うん、加藤くんもねもっと自分のこと話した方がいいと思うんだよねって、そういう台本なんだから仕方ねえだろうがよ本音が出ました。でもね次回はねラリーよねみたいな。そうですね、わかりました、わかりました。じゃあもう今日は頑張っていきたいと思います。はい、ラリーをしていこうと思います。はい、お願いします、はい、お願いします。はい、勇者が死んだの放送の方がですね、はい、4話が今回の、公開時点では放送されているということなんですけれども、シンクさんは毎回ツイッターで、はい、あのリアルタイムで視聴してくださっ て、ね、今のツイートもしてくれて、はい、ありがとうございます。すごい楽しいです。あ、楽しいですか、ありがとうございます、はい、僕やってないんで本当助かりますって感じ。ツイッターでこうずっとずっとこう更新し続けて皆さんの感想とかを読みながら、いやそれなみたいなのを反応しながら自分もあのツイートしてっていうのをやってて、めちゃめちゃ楽しいですね。あ、よかったです。なんか辛いとか思ってなくてよかった。いやいや、なんで私こんなことしなくちゃいけないんだろうみたいなやめてください、印象操作印象操作、あ、していこうかなちょっとね、やめましょうやめましょう。あの新人声優のういういしさフェチの皆さんのね可能性をちょっといろいろ広げていけるかもしれないなって思ったので、そうですね、いろんなイメージがあと新福さんはあれだよね、アフターレポートもやってくれてるよね。はい、そうですね、今前は前は放送の翌日、うんうんうん、まあ、同じ日だと思うんですけど、お昼にぐらいに、はい、YouTube で投稿されてます。ぜひそちらもチェックしてみてください。もう、うん、収録時の私の率直な感想とかが載ってるので。あれアフレコに毎回さ新福さん来てくれててさ、はいはい、であのミリーって、まあ、途中から最初からはいるわけじゃないですか。そうなんです。でもうアフターレポートってことで、はい、その前は終わった後その収録の感想とか言うじゃないですか、はいはい、あれってああいうのも初めてなわけじゃんっていうか。初めてでしたね。なんならもうアフレコより先にああいう仕事を先にしてってことだよね。はい、どんな感じ。いやあれは本当に大パニックでしたねいやなんかいやでもすごい落ち着いてるよね新福さん。いやいやそれはもう見せかけです、うん、あ見せかけられてんだからすごい見せかけです。それは本当になんかあれがもう一番最初にあのスタジオの中に放り込まれてたった一人で放り込まれて、うん、はい、立ってなんかつらつら感想を、そうなんですよ、すっごい難しかったしすっごい緊張したんですけど、うん、いやでもあの後半は、うん、あ、ちょっと言っていいのか分かんないですけど、あの加藤さんとかもアフターレポートさんとか、うん、どうかないるかな分かんないですけど、まあでもアフターレポートは毎回ね、はい、何らかの形で公開されていくとは思うの で、ね、今後また新福さんだけなのかどうなるのかっていうのところもお楽しみいただければと思います。はい、え、加藤さん見てますか、ちゃんとアフレコアフターレポート見てます。ええ見てます見てます見てます。じゃあ私が3話のアフターレポート何言ってたか分かりますか。3話のアフターレポートすいませんまだチェックできてないです。1話は見ました、1話は見ました。 ありがとうございます、はい、嬉しいです。今後あのチェックしていきたいなと思います。はい、お願いします。 あと前回ね、あのメガネを伊達でなんか最近かけるようになったみたいな。そうなんです、持ってきましたちゃんと、ね、聞こえるかなこのメガネの音あのラジオでメガネの描写をするっていうのね、後で写真があの一緒に上がると思うんですけど、はい、皆さんあの新人声優ういういしさフェチの皆さんそちらであの楽しんでいただければと思います。あの加藤さんも本日かけてきてくださっております、はい、あの僕も伊達メガネをちょっと自宅から私物持ってきました、はい、だから今2人ともメガネを今かけて、はい、ラジオだと全く伝わらないんですけれどもあのすね、さすがにあのご自分であのいい形のメガネが見つかったっていうほどにはとても、ね、お似合いで可愛らしいと思います。よかった、これで似合ってなかったらもう、ね、似合ってない方が面白いんだけどねそうなんですけどね、でも散々自分でハードル上げておいて似合ってねえじゃねえかみたいなちょっとそれが悲しかったので似合っててよかったです。加藤さんちょっとあの前髪切りました。あ、切りました。お似合いです、ありがとうございますあの第1回の時に写真撮ったじゃないですか、はいはいはい、撮ってるじゃないですか、あれ自分であれ見てあやば不審者がいるって思ってちょっと狙ってたところはあったんですけれど、ね、あまりにも、ね、あまりにもだったなって思って、あまりにも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 、いやでもめちゃめちゃ良かったです。ちょっとさすがに切った方がいいかなって思って髪をちょっと切りましたはい、はい、すごくお似合いです。ありがとうございます。ラリーってこんな感じでもういいですかねいいですかね、はい、じゃ あのお便りの方をね、あのありがたいことにいただいてるみたいなのでご紹介できたらいいなと思うんですけど、はい、時間大丈夫かな、はい、大丈夫です、ありがとうございます、はい、じゃあ新福さん、初めてのお便りご紹介、そう生まれて初めてのお願いします。はい、はい、ペンネームイサムさんからいただきました、はい、ありがとうございます、加藤さん新福さんこんにちは、こんにちは、こんにちは、
ウイウイシサフェチのものです。はい、ありがとうございます。第1回の放送を聞きました。初回ということで新福さんがたくさん質問に答えていましたが、加藤さんに興味がないというわけじゃないですよね。次回は見事な会話のラリーになることを期待しています。興味はないと思いますよ新福さん。いや、ありますって最初に言いましたけど、はい、私も加藤さんのこと聞きたくてしょうがなかったんです。っていうかもう確認 したの覚えてますか、はいはいはい、私も聞いていいですかみたいな話をちょっとしたんですよ。でもなんかちょっとまあみたいな感じだったので、いやまあ、ね、シンクさんやっぱ紹介したかったから。いや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 、本当にもうこれはもう断言しますけどめちゃめちゃ興味ありますという山村さんより、山村さんのことももちろん知りたいですけど、うん、加藤さんは結構謎な人物なイメージがあって、私の中で ありがたいことですね。ちょっとなんかなんかつかめないというか、あそのままでいてくだされば幸いですね、はい、あ本当ですか。謎めいたままでいたいなって思いですか。ということで何か一つ質問してみますとのことなので、えいいですか。えだって渾身のものを聞きたいなと。なんかあるラジオ、えいやないちょっとないないって言ってるの今。なくないですけど。あじゃあちょっと人間性がちょっと垣間見えるかなっていうのも王道ですけどしますね、はいはい、なんでもいいから一つだけ夢が叶います、うんって言われたら何をお願いしますか。銀河鉄道に乗りたい。おー銀河鉄道って実際にあるなんか岩手県を走っている列車に乗りたいとかじゃなくて、はい、物語に登場する銀河鉄道に乗って天井へ向かいたいっていうね。一番大事な友達とね、うん、真向かいで座ってこう喋りながらね、夜空に消えていけたらいいなってずっと思ってます。最近寝る前にずっとそういうことばっかり考えてます。これは使えるか分かんないです、ね、どうしてもなんかそういう方向に。まあでもそういうことばっかり考えてる。いやでもすごいロマンチックだなって思いました。まあロマンチックって言葉で片付けてくださるんだったらとっても幸いです、うんうん、そこで止めときましょう。そうですね、ありがとうございます。いや素晴らしい。さあお便りもねいただけたんですけれども、はい、まあ、こちらのコーナーもうわずか5分目安という短いコーナーとなっておりますので、はい、今回はここらで終わりとなってしまいます、はい、このコーナー勇者のいろは宛てのお便りも、続々とお待ちしておりますので、はい、新福さんへの質問もたくさん送ってください。お願いします。僕への人間性の質問はちょっとやめた方がいいかもしれないですね。はい、はい、今回の勇者のいろはお相手は加藤渡と新福さくらでした。トキさん、私たちのおしゃべりいかがでしたでしょうか。よろしくお願いします。やりできましたか。はい、できてたと思います。はい、後で汗かくと思います。よろしくお願いします。はい、戻ってきました、加藤渡る新福さくらの勇者のいろはお聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか。カットされてる部分あったね。ありましたね、加藤くんの本質の部分はカットされてたね。そう、なんか今皆さんがお聞きいただけたものはですね、まあ、まだ使えるかなって部分で、ま、いやでも、うん、僕の言ってることを完璧にやっててやっぱさすがだなって思いました。真面目な話でね。ただやっぱ前言ったけど、はい、やっぱり君はあれだよね、エピソードトークやっぱあんまないよ、しないよね。しない。多分自分のことを言ってもみんなが面白いと思わないだろうなっていう謎のなんかこう壁みたいな申し訳なさ感があるのかもしれない。まあありますね、うん、あと使えないだろうなって話ばっかり。 そんなことないのよ。多分自分のこと話してもめちゃめちゃ面白いと思うんだけど、はい、それがなんかやっぱり今回あったのメガネだけだったでしょ。そうですね、うん、自分のそう、はい、だからもう何個かあっても次よ。だからそう、加藤くんのエピソードトークと新福さんのエピソードトークをいちいちで聞きたい、はい、いい感じのバランスで。そうと、もう一つもう一つ、うん、この新福さんのエピソードトーク、はい、加藤くんのエピソードトーク、はい、プラス、はい、次回の勇者のいろはの課題ね、はい、ネガティブワード禁止。もう今回数えてたけどめちゃめちゃあったよ。数えてたの。もう一桁もう両手では足りないわよ。二桁言っただろうけど。言ってたわよきっと。ちょっとアイデンティティになっちゃってるからな。そういやそれはだけど、うん、それはもう もともとできるってことじゃん。もう見せてる、分かってる。そう分かってるよって。一のコンテンツの時に、うん、そのネガティブなことをで、うん、物語をその話を盛り上げる術はもう十分に持ってるからこそ、はい、逆の側面から見てポジティブなワードでそれを表現するっていうスキルをぜひ新福さんと加藤くんで、そうだね、1
1ネガティブワードにつき1何かそうで合計何個かでちょっと罰ゲームしましょう。トウキさん回しうめえ。ラジオだ、タブリエのラジオっぽくなってきましたよ。はい、じゃあまあそんな課題をラジオっぽくなってきましたけど、そんな課題をねいただいたということでどこまでね果たせるかわからないんですけど、次回の勇者のいろはもお楽しみください。勇者なきラジオ、続いてのコーナーに行きましょう。題してニシン胴体シンクロマンサー。勇者が死んだで加藤渡る徳俊一が演じる主人公のトーカスコット、訳あって一人の役を二人で演じておりますが、ならばより良い作品を作るため普段隠している趣味思考もシンクロさせたいとは僕は別に思ってませんが、ということで、加藤時の2人がリスナーの皆さんからいただいた趣味思考に関する質問にせーので答えを合わせます。俺が加藤くんにすごい嫌われてるみたいじゃん。まあどうでしょうね。毎回僕はこれ言ってきますよ、書いてありますから。はい、このコーナーめっちゃ面白かったんですよね。ね、あと意外と合う時もあるんだよね。そう結果的に、ね、おおって、はい、じゃあ行きますよ、はい、早速1通目いきます、はい、アンモナイトの唐揚げさんからいただきました。おお、美味しいのか。いきますよ、はい、幼なじみに作ってもらいたい料理、うん、卵焼き、うん、肉じゃがどっちっていうことになります。あ、出ました出ました。はい、どっちかなあ。あ、じゃあ分かりました。はい、いきます、せーの、卵焼き。うえー、あっちゃうのよ。あ、でもこっからこっからこっから、こっからもう一歩いくよ。はい、しょっぱいのか甘いのか。いい、今だって、はい、今決まってる。はい、決まってます。いきますよ、うん、じゃあ甘いかしょっぱいかね。はい、せーの、甘い。うえこのコーナー終了です。終了です。理由あるの。理由はまあ僕甘いものが好きなのと、うん、あと卵焼きと肉じゃがだったら肉じゃが僕あんまり心惹かれないんですよ。あ、そうなんだ。なんかだったらまあカレーの方が好きっていうか、はいはいはい、だいたい材料同じになるじゃないですか、うんうんうん、卵焼きかなっていう。そうだね、俺も、まあ、まあどっちも好きなんだけど、はい、肉じゃがはねよく自分で作るんですよ。ああ、せっかくだったら。そう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 、なんか寸胴でとんでもない量作って鍋で。そうそうそう、弁当買ってきて一品自分の肉じゃが足してとか煮物とかやるので卵焼きとかいいなって、うん、しょっぱくても好きなんですけどね。僕も好きです。どんどん行きましょう、はい、ペンネームちくわぶが好きっていうと変な顔されますさんからいただきました。ありがとうございます。彼女があなたにプレゼントを買ってきました、せっかくだからつけてあげるねって急接近&ボディタッチ、一番ドキドキするのはどれ。1ブレスレット、手首、2指輪、指、3ネックレス、首の後ろ、4ネクタイ、正面、手首、指、首の後ろ、正面、顔の。ネクタイはサイコパスのものを感じない。あ、まあ締められたいとか。え、僕はドキドキするって言ってた。そうですね、一番ドキドキするボディタッチ、接近、距離が近まって僕は決まりましたね、1ブレスレット手首、2指は指、3ネックレス首の後ろ、4ネクタイ正面。番号で大丈夫ですか。はいはいはい、じゃあせーので、1234だよね。はいはい、いきます、せーの、3。うえー揃っちゃうんだよな、うん、なんでだろうね。なんすかね。ちなみに加藤くんはなんで。基本的にボディタッチとか苦手なんですよ、近づかれるのが、うんうん、なんかで首の後ろが一番ゾクってする、うんうんうん、なんかドキっていうよりゾクかもしれない、ビクってするから。だから後ろ向いてって言われて、はい、後ろからこうつけてもらうってことだよね。ネックレス、まあつけてもらったことないですけど、まあその髪の話だったら首とかに手が当たるとうえーってなっちゃう。そうドキドキではないかもしれない。ネクタイ、ネクタイって人も締められるのかな。ネクタイ自分で締められるタイプっていうか結んだことがない。そうだよね、俺ね、こう中高でブレザーだったから、あ、はいはい、あのネクタイ自分で締めた方が早いってなるタイプなんだよね。まあ人にやってもらうより。そう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 、っていうのもあるし、なんだろう、こうでもロマンじゃないですか。ここに数秒人の顔があると思う。めっちゃキモい顔してましたよ。恥ずかしくなっちゃうね。めっちゃキモい。ニヤニヤして俺のそのニヤニヤしてる顔を見せずに済むのが、後ろに回ってもらうのが結んでもらってたらやっぱでも首上げてるし表情は見えないじゃないですか。そうだよね、うん、っていうのもあるからっていう感じかな。なんか新婚っぽいくないですか、ネクタイ結んでもらうっていう描写風景。言ってる。これさ、はい、
高校入学初日に1年目だよ、はい、多分あの新入生をその先導する女性の方が俺のところ来て、うん、君ちょっとおいでって言って、はい、ネクタイ曲がってるよって言われたことあるんだよそんな漫画みたいなことあるんですね。そう、名前も知らないんだよその先輩の人。落ちちゃうじゃないですか。もうもう その1回しか会えなかったし、あその時にもう俺全然その女性との会話の仕方も分かんないから、うん、あじゃあまずもう何も言えず終わっちゃった。いいなそういうの。それだけネクタイトーク。ブレザーブレザー、ね、ブレザーブレジャーブレジャー一文字違うともっと違う方向にやめましょう、はい、ありがとうございました、はい。合わせるつもりなくても会っちゃうっていう、ただ加藤くんがツンデレだったっていう感じになっちゃってますからいいねみたいなね、うん、はい、今週は全部あったということで、じゃあもうこのコーナー終了でいいんじゃないかと思いますがまだやるとのことで、やるじゃないですか俺、はい、全然だから言い争わせたいのかな逆に、うん、そこをね楽しみたいな、もっと争えてみたいなね、みたい戦え、はい、以上二神同体シンクロマンサーのコーナーでした。勇者なきラジオ。ここで番組に届いた普通のお便り、略してふつおたをご紹介します。はい、はいはい、じゃあ僕から読ませていただきます。お願いします。北海のトラさんからいただきました。ます加藤さん、トキさん、こんにちは。こんにちは。さて加藤さんといえば、本人がいないところでもむちゃくちゃいじられるくらいにいじられ声優として有名ですが、そうなの？このラジオでも早速トキさんにいじってもらえる美味しいポジションを手に入れられそうですね。知らないし言われちゃうとちょっと美味しい、ここでぜひいじられるコツをリスナーにご教授いただけるとありがたいです。PS 出店は天心向井さんと、はい、本当さんとの某ラジオ。あ、ということで某になってるか分かんないけど、ということでいじられるコツ何だと思いますか。可愛げですかねこれにじみ出てしまうんですよね可愛げが。というと、まあ、僕はあの人付き合いとかあんま得意じゃないから、まあ、ぶっきらぼうで不愛想な感じで話してしまうんですけどね、うん、ふとした時にねあの口から飛び出るワードがねやっぱりキラーワードっていうかね、人の金銭に触れてしまう、なんだこいつ面白いなって思わせることが多い、ね、なんかこいつに構ってやりたいぞ、俺だけがこいつの良さを分かっているんだぞってね、大人のおじさんの心をくすぐりがちなところがね僕にはあって、そこが可愛げなんじゃないかなって思っておりますが、時さんどう思いますか。だそうでーす。仕方ねえだろうがよ聞かれてんだからよそうですよ、聞かれたことに答えていくというスタイルはもう素晴らしいと思う、はい、もう自己分析です。役者の鏡です。もうこれ以上ない自己分析ですよね。もう僕もその通りだと、もう間違いなくもう 100% その半分半分で聞いてください今のとりあえず口回しただけです。まあいろいろありますけど、ただいじられるって大変だから覚えときな今も大変な思いしております。そうです、だからみんな一緒な、加藤くんもそうだけど、うん、はい、俺もそうだけど、はい、いじられやすい人っているけど、はい、疲れるよそうですね、今疲れてます。なんかリスナーさんからいじられると思ってませんでした今だそう、美容師さんとか、はい、あとメイクさんとか、はい、話しかけてくださるときに、はい、その別に今話したいテンションじゃないんだけど、いやそうなんですよねって話しかけちゃうタイプ、そうでもないタイプか、どこは話しかけられちゃうから、まあでも人当たりよく頑張って会話を続けるみたいな感じです、居酒屋とかで盛り上げ役に徹してしまうタイプ、ね、ああピエロになっちゃいますね。でもそうそういう人たちは俗に、あこの人はいじっていいんだってみんなに思われちゃうんだよね。ああそうなんだ。そうだから、そういう時にそういう人たちにからいろんなこと言われて、いや待ってちゃう待ってよっていう風になってしまうタイプが、はい、俺とかそれこそもう加藤くんもそうだけど、はい、でもこれは別にそうなりたいからなってるんじゃないの。その場を盛り上げるっていう時に僕がここに敵役だから敵人の役だから、じゃあ僕がやりましょうってなっているっていうこと。だからそうだね、うん、笑われるという覚悟を持っていることがコツ。自尊心高いやつは無理よそう、僕がそういうことをやることで場が盛り上がるならっていう、結構献身的な人じゃないと、ね、いじられ役に徹するのは無理よ。英雄精神です。もう勇者です。そうです僕たちは、はい、そんな感じで続いてるお便りに行きましょう。参りたいと思います。はい、ラジオネームバーナナさんからいただきました。はい、
加藤さん、ときさん、こんにちは。こんにちは。第3話勇者が白骨化を拝見しました、食事後のマルグリットを見ても太ももに一直線な10日にはもはや清々しさすら感じます。素晴らしい、はい、そしてその時はたと気づいたのですが、私は今までニーソなるものを履いたことがありません。タイツ派です、うん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 、皆さんはいかがでしょうか。ニーソって、うん、その長い靴下だよね。まあもう僕は勇者が死んだでビジュアルで認識したぐらいなんですけど、太ももが見えてるそうだよ ね、 ちょっと、はい、ニーっていうのが膝じゃん、はい、のだからニーハイソックス、ニーハイだ。俺一回ニーソックスって言ったらニーハイソックスなって言ってリプでめちゃめちゃ言われたことあります。二度と間違えるな。すいませんすいませんっつってあのそう、はい、解像度の高い人たちに怒られてしまった、うん、すいません。そうで、あのスポーツソックスみたいなのがこうね、かかとくぶしぐらいまでのやつ、はいはいはい、でだタイツはもう腰まであるやつだよね。ああな、はい、なんのこだ、なんのなんだろう、志の違い、ここら辺は意識とかじゃなくて、だからそのこだわりだよね、うん、要はそうですね、あの、うん、掘り下げるとちょっとよりあの論争が白熱するかと思うんですけど、デニールってあるじゃないですか。ありますね、どのデニールがいいか僕知識がないから何番とか言えないんですけど、まあ言うなれば厚め薄めみたいな、ね、そうですね、その濃さというか、うんうん、生地の厚さみたいな、コントラスト肌とのやっぱりこれはあのせっかくキャスティングされているということで、これ畑野渉さんを呼んだ方がいいですね、うん、あ、専門家なんですか。専門家です多分この番組90分じゃ終わりません。終わりませんか、困るな、多分生放送でずっと話せるレベルだと思いますよ。じゃあベラーコ役の畑野さん、ぜひちょっとねお呼びこの回に、そのこのトークに関してちょっとぜひね、はい、一加減あるということで、ちょっとだから、30デニールから、うん、多分200デニールぐらいまでをこう全部こう全部用意していただいて実物で、そうそう、どこが好きかっていうのをちょっとフリートークするっていう特別な生放送、ちょっとね俺なりのフェチズムじゃないかな、ちょっとの特別会を男性のみで、はい、浅沼さんも呼びましょう。じゃあもう収集つかないぞ、加藤くん、俺、浅沼さん、畑野さん、うん、最強です。僕喋んなくていいだろうもういやいやいや、ニーハイサミット、いやいいですね、ポニーキャニオン全ニーハイサミット、最悪のコーナーが生まれちゃいました。素晴らしい、こんな感じで、これからも普通歌をご紹介してまいりますので、引き続きたくさんのお便りをお待ちしております。勇者なきラジオ、続いてのコーナーに参ります。題してちょっと大人なごまかし術。勇者が死んだといえば、勇者シオンが死んだことを桃花たちが隠しごまかしながら物語が進んでいくということで、リスナーの皆さんからちょっと大人な匂いのするごまかしテクニックを送っていただきました。ちょっとこれまでのコーナーで盛り上がりすぎて、今回ご紹介できるの1通だけということなんですけれどもあのこの番組ね、我々の、はい、多分この俺と加藤くんがいっぱい話せてしまうからね、うん、あのコーナーが多すぎるんです。コーナー多いんですよ。そうそうそう、読みますね。お願いします。言います、はい、前髪にグミついてましたさんからです。ありがとうございます。寒い時期限定のごまかしテクニックなのですが、はい、あれの時に母が急に自分の部屋のドアを開けてもさっと隠せるように、普段から膝掛けを使用するようにしていました。そうですね、やっぱあの無駄なエネルギーを発散するための行為のことですよね、きっとね。僕やっぱブランディング考えたいかもしれないな清純派でも清純派だって人間ね、うん、だって、そういう行為をしたことがあるかないかっていうのを、うん、聞いた時に、うん、人口の 98% はしたことがあるって答えるんだって。ちょっと待ってください、僕まだあれが何なのかよく分かってないんですけどのことですって何ですか。自分を慰める行為というふうに日本で書き、知ってるだろお前は自己満足ってことですね。そうですね、はい、きっとね、うん、でもやっぱその行為ってとても大事だっていうことが言われていて、うんうん、それを溜め込みすぎるとやっぱホルモンバランスっていうものも、ずっとそれをしないことで、うんうんうん、あ、自分はそういう生殖機能がいらないんだって自分体が、そう、体が判断して、うんうん、そういうものの活動能力が低下してしまうっていう統計学が出てるんだって。だからその無駄なエネルギーを放電させてあげることって、うん、結構大事なんだって。あーでも僕は清純派なのでよくわかんないんですけど、中学生の時とかそうするとスーパーサイヤ人になれるみたいな俗説ありませんでした。なるほど、じゃあ腹筋を
したから今加藤くんの髪は金髪になってるってこと？え？これ自分で墓穴掘っちゃったかもしれない。あの勇者が死んだだけにね。おお、加藤が死んだ。そう、でもごまかしテクニック確かに、ね、ごまかそうだそうだ、ええ、ああもういらん墓穴を自分でごまかしテクニックですからね、はい、ごまかしね、膝掛け。あ、まあでもそこにはきっちりとテントができているはずですからね。そうですね、そのねブランケットのね。電気消してやったら面白いですね、うん、ええ、じゃあそうですね、とある県知から前言ったじゃないですか、はい、俺の友人がもうすでにこう親になっているという話で、はい、この間前トークをしたじゃないですか、はいはいはい、その人間たちから、うん、あの言わせた言葉があります、はい、素晴らしい言葉があります、うん、おい匂いでわかるぞって言ってました。以上ちょっと大人なごまかし術のコーナーでした。もう特別だよ。勇者なきラジオ第2回放送もエンディングのお時間となりました、いつ打ち切られるか不安ですね。そうですね。最後に疲れちゃったな。ここで勇者が死んだからのお知らせです、はい、勇者が死んだテレビアニメの放送は毎週木曜25時から東京 MXBS11 でオンエア中です。さらに毎週火曜にはテレビ北海道でもオンエア中、ファミリー劇場でも毎週木曜24時から放送が始まっております。 DMMTV、D アニメストア、U-NEXT にて毎週木曜26時より先行配信中、その他の配信サイトも毎週水曜24時より順次配信中です。大石雅史さんが歌うオープニングテーマ死んだと、久保ゆりかさんが歌うエンディングテーマ可愛くって意地悪しちゃうが先行配信中です。また CD はオープニングテーマが5月31日、エンディングテーマが5月24日発売になります。はい、そして勇者が死んだブルーレイボックスの発売も決定しました。発売日は8月23日、価格は29,700円です。全12話収録のほか、封入特典としてキャラクターデザイン藪本さんによる書き下ろしイラストケース、アニメ勇者が死んだ完全攻略ブック、10日目線日めくり太ももカレンダー、早く実物が見たいです ね、などが特典でついてきます。こちらもお楽しみに。原作勇者が死んだが1巻から20巻発売中です。さらに勇者が死んだ神の国編上巻も発売中です。さてこの番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。アニメの感想や普通オタ、各コーナー宛てのメールなど、メールは番組ページのメールフォームか、メールアドレス heroisdead@onsen.ag までお送りください。次回の番組配信日は5月17日水曜日です。お楽しみに。はい、疲れたわ。俺今回そんないじってないけどな。あ、墓穴をね。はい、だったかな。でもあれですよ、あの、うん、もうこれ次あるのはゴールデンウィーク明けたらでございます。あー、もう日付の感覚ないからゴールデンウィークがいつなのかもよく分かってないや。そうなんですよね、うん、ということでね、皆様もねたくさん自家発電していただいて最低だよ終わり方。いや、やっぱね、やっぱ学生たちはお休みの日ですからね。あー、もうそれしかやることがないと、いやそんなことはないですけども、ゴールデンウィークそれぞれの楽しみ方をしていただきたいななんて思っております。はい、たくさん、はい、勇者が死んだら本編原作の方も合わせてお楽しみください。はい、素敵です、はい、以上勇者なきラジオ、お相手はトーカスコット役青春派の加藤渡と、トーカスコットシオンブレイダー役超青春派の時俊一でした。それでは皆さんバイバーイ。